ははいこんにちはパーカッションの高見です。この動画では、パーカッショニストのためのハンドケアテーピング術というテーマで話していきます。日本ではですね、特に冬場など、乾燥しているときに、このパーカッションを叩くと、この指のひび割れだったり、まあ、爪の間のささくれだったり、ひどい場合、どっか出血をしてしまったりすることがありますと。まあ、そういったですね、怪我をしないために、予防としてのハンドケアと、まあ、もし怪我をしてしまった、 場合に対策としてのテーピングというものが必要になってきますで、今回紹介しますのはこういうパーカッションをですね約20年間叩いてきた中で僕なりにまとめた僕的にはまあ、現状これがベストなのではないかというメソッドになりますので手のトラブルですねお持ちの方、えー、よかったら参考にしてみてくださいはいではまずは怪我の予防としてのハンドケアについてですまず基礎知識としてですね知っておいてほしいのはこういう肌皮膚っていうのはもうなんか触れるだけで こういう空気とかこういうものとかですね触れるだけでちょっとずつちょっとずつ水分が奪われていくんですねで特に冬場なんかはこの水分が奪われて奪われて乾燥している状態になりやすいとでその状態でこう叩く衝撃を与えるとこうパカッとパックリいってしまいやすくなりますとで特に昨今はですねアルコール消毒なんかをする機会が多いと思うんですけどもアルコールっていうのも 揮発することで菌を殺しているわけなんですけれども、これ揮発するときにですね、この皮膚の水分も奪っていきますので、最近ではよりこの乾燥がしやすくなっていると、これはね、皆さん結構実感しているんじゃないかなと思います。なので乾燥を防ぐためには、この皮膚から水分が逃げる、奪われるのを防ぐ必要がありますと、そのために皮膚にバリアを張るんですね。で、そのバリアで最適なものが何かというと、油脂。 油でございますで油っていうのは本当に油で、まあ、とりあえずですねこの乾燥を防ぎたいということであればとりあえずその辺にある油を塗っときゃいいんですねオリーブオイルとかココナッツオイルとかごま油とか、まあ、サラダ油でもいいでしょうとりあえず塗っとけばそのバリアはできますとただそういった油でこの <laughs> バカ潮を叩くともうツルッツルのテッカテカになってしまいますっていう話なのでじゃあ僕は何をバリアにしているのかっていうのをですね紹介したいと思いますはいこちらです これ何かというとシアバターです。ジャンベを叩く方ならご存知かもしれないんですけども、いわゆるカリテというやつです。はい、こんな感じですね。でこれもともと西アフリカで取れるシアの実の油脂なんですけれども、まあ、これの成分がですね、人の肌にめっちゃくちゃいいっていことが分かって、一気にこれ、世界中に広まりました。で、この成分、こんな感じです。はい。これはね、もう皮膚の バリアになるだけではなくて傷ついた皮膚をですね修復する機能もありますと、まあ、アフリカではもともとねあの怪我した時とか日焼け止めで使われる万能薬という感じだったようですで僕はこれをですね叩く前にもうほんのひとなでちょんちょんと触ってこれを指先、まあ、特に指紋の辺りとこの指の付け根辺り で余ったらこの爪の合間というか皮膚と爪の間とかにつけてなじませますとはいこれでバリアが完成しましたとでこのシアバターっていうのはですね融点がちょっと高めなんですね融点っていうのはこの状態が固形なのか液体なのかっていうその違いの温度のことなんですけれども、えー、大体この常温ではちょっとこの 固い状態固形で人の体温ぐらいで溶ける融点なので、まあ、これがちょうどいいとでこの油分がねこの座面にこうついちゃったとしても、まあ、ほとんどこの音色の変化っていうのを受けずにいられるのでそれがすごいねこのシアバターのメリットですでこの油脂の融点が低いものだったり水分量が多いですね市販のハンドクリームなんかはちょっとね 僕にとってはこのダメについたときにべちゃべちゃっとベタベタっとしすぎるかなという印象があります。で、このバリアを張るっていうのをですね、まめにやっていれば、ひび割れるリスク、ささくれるリスクはですね、まあ、限りなく抑えられるかなと思うんですけれども、まあ、それでもひび割れてしまった場合とか、もうあと数発叩いたらひび割れそうだわみたいな、そういうときありますよね。長年やってるとね、分かってくるんですよね。ああ、もうちょっとでひび割れそうだなみたいな。 そういうときどうすればいいかっていうと、そしたらこのテーピングを使いますと。A、FC バルセロナが認めたテーピングらしいんですけれども、いわゆるこれはね、本当にテーピングっていう名前の商品で、ドラッグストア行ってですね、テーピングくださいって言えば、まあ、これと同じか、近しいものが出てくると思います。スポーツ選手だったり、包帯の固定に使われるようなものですね。で例えば、こういうふうにです、ね、人差し指がひび割れてしまったと、ひび割れてしまいそうというときには、 この人差し指にテーピングを巻くわけです、ね、まあどういうふうに巻いてもいいんですけども、まあ、よくあるのはですね一回この粘着面を折ってこの乾いた面を傷口につけた状態でゆるーく巻くとこれゆるーく巻いてくださいねきつく巻くと血を止めて真っ青になってしまいますから ゆる、はい、くね大体2周ぐらい巻いて切りますとはいでゆるく巻いたんでこう軽く整えてあげればはいこれで完成ですこの状態で叩くことができますでこれ0 7ミリですけれども この指の太さとですね、質感が若干変わるので当然この叩く時の音も変わりますはい革物だったらですねこれつけるとちょっと音が太くなるような印象ですなのでプロのパーカッショニストはこの音を太くするためにあえてこれを巻いたりしますはいこんな感じです いやお前巻きすぎだろと <laughs> 思うかもしれないんですけども本当にね巻く人これぐらい巻くんですよでこれでこう叩くとはいでこれによってねこの音をより太く深くすることができたりしますなのでもともとこの指がですね細めの方細い方なんかは、まあ、テーピングを使うと指を 太くすすることもできまよはいでここまでこれ紹介してきたんですけども実はね僕はこれ使ってないんですよ一応ねこれ最も一般的使っている人が多いから紹介したんですけれども実はこれ全く僕使ってませんなんでかというとまあ昔は使ってたんですけれども結構ねこのテーピングデメリットが多いなと感じておりましてまあ本当このテーピング信者の皆様には申し訳ないんだけども今からちょっとデメリットを言いますね デメリット一つ目は、このテープの粘着成分ですね。この粘着成分がですね、しばらく叩いてると、なぜかこう分離していくんですよね。で、ちょっとこの皮の上に残ったりすると。で、この手で何か触ると、その触った先々にですね、粘着成分を <laughs> 残していくと。で、スマホとか触るじゃないですか。かスマホにそのベトベトが残ってるんですね。これすっごいストレスなんですよ。はい。でデメリット二つ目はですね、これお手洗いに行けないっていう問題があります。まあ行ってもいいんだけど、 例えばこの、これ巻いた手でお手洗いに行くじゃないですか。で、手洗いますと。で、濡れますよね。濡れると、これが何とも言えないね、この質感になるんですよね。やったことがある方なら分かると思うんだけれども、なんていうかね、湿布を貼った時みたいな、ちょっとこうピヤーっとしたような、ちょっとぺちゃーっとしたような感じになって、それがすごい僕はね、苦手なんですよね。はい。デメリット3つ目はですね、地味にあの値段が結構いいお値段しますっていう。まあ、大体この、まあ、 日本入りでだいたい500円とか600円なんですけれども、値段の印象は個人差あるとは思うんですけれども、僕は消耗品としてはねちょっと高いなと思っておりますと。あとね、買える場所が結構限られるということですね。ドラッグストアとか薬局であれば確実に置いてあるんですけれども、どこにでもあるとは限らないじゃないですか。そうなると、常にこれを持ってなくてはいけない、カバンとかに入れておかなくてはいけないと。 そうなるとさっき言ったこのテープのですね粘着成分がそのカバンの塵とかゴミをですねこう集めてなんともこう見苦しい状態になってしまいますとはいじゃあ僕はどうしてるのかというとはいこれですねビニールテープ使ってますマジかよと思うかもしれませんけれどもマジですビニールテープがいいところはこう適度に伸縮性がある若干伸びるっていうことなんですね で、これをさっきのテーピングと同様に巻きますと。はい。もう本当にこれだけ。こんな感じに巻きます。で、僕、このテープと呼ばれるテープ、いわゆるセロテープとかマスキングテープとかガムテープとかですね、あらゆるテープで、 一応試したんですよ試したんですけれども結果ですねこのビニテ最強じゃねえかと思ったんですねはいこんな感じで入りますとはいこれで叩くとといった感じですね全く問題なく叩けきますとでこの音色はですね先ほどのこのテーピングより少しパキッとした明るい感じになるかなと思います 例えば花本ですね花本でフィンガーテクニックこの指を使ってこうたたく時なんかはこのビニールをですね巻いてるとより粒立ちがはっきりとしますというわけでですね僕の場合は一応このひび割れそうになったらこんな感じでビニールテープを巻いていますというお話でした いろいろ試した中では、現状ですね、僕はビニテが最強なんじゃないかなと思っておりますと。で、最後にこのビニテのね、メリットを紹介します、えー。メリット1はですね、この粘着成分が少ないっていうことです。このベトベトですね。こう巻いても、意外とこう剥がしても粘着成分が残らない。座面とか触ったものにですね、粘着成分が残らないっていうのが非常にいいですね。あとはお手洗いに行けると。ようやくこれでお手洗いに行けますと。これでね、手を洗ってもビニテープ結構撥水。 水を弾いてくれますあとちょっとこうつるっとした食感なんでね手を洗って拭いたらもうそのままこの状態で叩けるとい、えー、ったところが素晴らしいとあとは値段が安いっていうことですね、えー、安いメーカーのものだとこれ3巻きで100円とかで売ってたりしますで高いものでもこの1巻きが100円ぐらいで手に入りますあとコンビニでだいたい買えますのでだいたいどこでも手に入るとこれはですねこれを常に持ち歩いていなくていいっていうことなんですねその行った先々で 行った先々の現場で叩いてて、あ、ちょっとこれ、ひび割れそうだなって言ったらコンビニ行って、まあ、これ買えばいいということでですね、まあ、非常に使い勝手もいいので、よかったら試してみてください。はい、というわけで今回は、パーカッションニュスのためのハンドケアとテーピング術についてお話ししました。もちろん、今回紹介した内容以前に、超基本的なこととしてですね、この体の水分量が十分であるということが必須になってきますので、例えば、普段からよくお酒を飲むとか、 食生活で栄養がすごい偏ってるっていう方はですねやっぱこの肌のトラブルっていうのが起きやすいんじゃないかなと思いますのでそういった観点からもですね気をつけていただけるといいかなと思いますはいこんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報を毎日発信毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップも行っておりますので引き続きチェックしていただけると嬉しいですそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ